お前何してるんだ。いや、だって、ゆらちゃんが言い訳するな。職員室で待ってろ。落ち着いたか。はい。あの、凌介先生、このこと絶対誰にも言わないで。パパとママに心配かけたくないから。でもそれだと。お願いです。凌介先生とユラだけの秘密にしてね。うわ、やっぱ綺麗な顔してんなこいつ。家まで送るから支度しよう。凌介先生、ユラね、先生のことずっと前から好きだったんだよ。